M1 の準決勝の後に、結果発表まで間が空くじゃん。はいはいはい。で、錦鯉の、なべちゃん、渡辺と、うん、あと酒井も、いた。ちょうど飲みに行ったんだ。はいはいはい。そこでね、ピロが準決であんまりハマんなかったなーって気にしてたところ、うんうん、なべちゃんは、うん、いや、そんなことないよって言ってくれたんで、じゃ酒井が、全然受けてなかったっ言ったわ、言ったわ。ストレートに言われた。その日は、たかしさんが奢ってくれた。マジで、いくレベルの笑いの量ではなかった。だとしてもです。めっちゃダメです。準決か準々決、すごかったね。すごかった。準々かな。準々 かな。すごかったね。びっくりするぐらい受けてたから。で、準決と敗者復活ではそうでもなかった。もう全然ダメだった。はっきり言うんだよ、ひらこさんも。いや、分かってるもん。俺らもダメだったし。うん。うん、そう。だから、あれですもんね、準々で唯一爆発したって聞きましたよ。唯一の爆発。ああ。タイムオーバーかなと。え？ああ、はい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 。それでも。そうそうそう。タイムオーバーで受ける俺らが一番嫌いなタイプの笑いだね。やったんですよね。いやいや、タイムオーバーになっちゃったの。俺が冒頭で噛んで、それを埋めるためにちょっと後ろ倒しになって、タイムオーバーだった。そんなってどうねえよ、もう。ひどい。お前らだって使えないネタでさ。いやいや、使えてますよ。なんか、YouTube 乗りましたし。載せなしゃあねえってことでさ。すごいね、あの勝負ネタっていうか。いや、僕は別にそんな、あれはドラゴン桜のスピンオフをしただけだって。いや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 、結果はドラマじゃない。まあ、批判的な、攻撃的なネタだったの。あれ、M1 ってまだ出るんだっけ？全然出ます、今年は。あと5年ぐらい出れます。出る、今年も出るんだ。出ます。今年難しくないですそうだね。やってくれるのかなの期待値と、ある、ある。だけど、いや、まあ、今回は勝負させてくださいっていう本人たちのね、うん、このちょっとせめぎ合いがあるでしょ。今年ちなみに、そうだから、僕らは若干その巻物の時のアルピーさん、ちょっとメタ要素っていうのね、言われてたんですけど、どうしてました巻物の次って。だって、あの後は出てないの。あ、出てないんすか。うん。で、M1、あ、そっか。そう、あれはザ・漫才だから。で、その後 M1 もまた復活して、はい、M1 で。あ、どうぜ。ちょっと現役の話はわかんないな。なんだよ、お前して。OB の話とか。OB なんだ。もう OB になったんですね。お笑いが OB だよ。そっか、くそ苦しい部分あるんだよね、こう、魚物とかはね。はあ、キューね、キューか、うん、これってどうやって締めるの？いつもは一回キャラ入ったわけか、みんなで。お前らも入るか。そうですね、まあ一回あの空気感、空気感で。とまあ。極上のテールを楽しんでもらったよ。いいテールだったな、確かに。実際にこうやってやってるやつと会えるのもなかなかないしな。またぜひうちのテールお願いしますね。結局今この時ってのは過去の積み重ね、その延長上のものだ。人は過去を振り返ることによって今呼吸ができてるのかもわかんねえな。前ばっかり向いてても息切れしまうだろなあ大義よ。完璧だよ。帰んな。なんか言っとくことあるか。次は俺のことよく覚えて。経理な坊や。まだ早かったみたいな。まだ来るよ。お疲れ様でした。いかがでしたか今日は。いや、キュウ様の方が簡単。本当。もう Q 様より難しかった。本当結構難しいもんね。まあでもなんかアルコさんと喋れるみたいな。
大丈夫。なんかこのこのなんか瞬間に一緒にいたのはいい、良かったよね。この瞬間が僕が味わえて良かったです、ね。あ、本当ですか。そうなのかな。なんかラジオはこういうもんだけど、テレビってそれ対策ある人見てるのかな。まあ、それが新しいチャレンジなわけ。チャレンジ。いや、また本当に何回でも呼んでいた。身がバレたんで。身の素性がバレた。じゃあぜひまたよろしくお願いします。ありがとうございました。しょうがないですよ、それは。もうアルコ&ピースさんもめちゃくちゃすごいですけど、はいはいはい、有吉さんと劇団ひとりさんの方もすごいです。その間ぐらいには入っていきたいなみたいなことですか。アルピーさんを超えてってことですか。いや、そのだちょっと質問がな、だけどまあその入りたいですよ、もちろん。その間にアルピー有吉さんに一番可愛がられる、まあなんていうか